はい、それでは楷書、行書、草書の草書体だけ書いていきますね。ちょっと手が汚れるのでこちらからいきますね。こちらの最もですね、彩という字の草書体ですね、点で、まあ、これはどの線なんだろうなっていうので意識して書いてもらうといいと思うんですけど、これが糸辺になります。そしてこの部分がタですね。タの部分がカタカナの名で省略されます。これは祭りですね。これもあの小筆ですけど、筆のあのいろんな面を使う感じで書いてもらうと、墨持ちもいいので、こちら面ですね、裏面、表面という感じで、人差し指使いながらですね、リズムよく、ゆったりとしたリズムで、これは先こうですね、で立ち上げて、筆のねじれを使いながら、まあ、ゆったりとリズムを変えていくっていう形になります。これなかなか難しい崩しになるので、これも覚えていっていただくしかないんですけど、彩ですね、彩の崩しになります。そしてこちらですね、はい、まあ、こんな形になります。あの最初はもっとゆっくりだと思うんですけど、慣れてくるとリズムよくね、滞らないように草書は書くようにしてください。はい、では段課題なんですけど、こちらの方はこの3行目だけですね、ちょっとリズムよく変えていきたいと思います。人差し指使いながら、筆は直ではなくて少し右側に倒しておいた方が書きやすいと思います。こういう感じでですね、リズムよく筆の厚の変化を使いながら、太い細いの変化を出していきます。リズムよくですね。まあ行書体なんで、ちょっと運筆ですね、次どこに進むのかっていうのは必ず何度も書いてもらって覚えてもらうしかないんですけど、覚えたらあとはやっぱりリズム重視で書いていっていただくのが一番いいと思います。リズム大事ですね。でしっかりと体重乗せながらですね、しっかり体重を紙面に乗せながらリズムよく書くっていう形ですね。あ、こういうふうに省略できるんだっていうのをちょっと理解を深めながらですね、やっていただくといいかと思います。まあ、慣れてくるとこれぐらいのリズムで書けますので、最初はゆっくり、あの丁寧にっていう形になるんですけど、まあ、慣れてくるとこれぐらいのリズムでね、書くようにしてみてください。はい、それではですね、こちら、のしの表書きなんですけど、オンっていう字ですね。オンっていう字はよく出てくるので、1,2,3 ですね。この時にこの部分ですね、こうされる方多いんですけど、こうはしないようにしてください。内に入れて、次ですね、ごめんなさい、こう来て、こうこうこうですね。でこれも上げておくというのがコツですかね。そして節、これを下げます。そしてこうですね、上げる下げるですね。揃えない方がいいですかね。もう一度音という字を書きましょうか。この辺に書こうかな。こうこうですね、よく使う字なんで、しっかりと少し上に上げます、上げます。そしてこうですね、ここを必ずスペース作ります。そして細い太の変化つけて、最後縦がスパッとまっすぐですね。このオンっていう字ですね。そしてあの書き出しの文字はお手本よりも少し小さめに詰めて書くですね、塊にする感じで書いてもらって、最後の文字はお手本よりも少し大きくなってもいいかと思います。末広がりで安定するようにですね、はい、書くようにしてみてください。